当に僕がそう思ってるみたいなやつでしょ。神手が下奥留稲川淳二です。神手がミドルケーブルで怖いな怖いな怖いな、そう間違いまくったから怖いな怖いな、本当にそれ間違えても許してね、はい、あ、ちょっと待ってください、すいません、はい、はい、通ってますか？通ってます。最初も座ってていいですよ、後から疲れるんで座ってください。後から疲れるし、アンディモリとか絶対疲れるし。グループであげました。グループ3で3、4、3、4、怖いな、はい、やりましょう。止まったらちょっとあの次のとこから、OK、 はい、そしたら原因知らないし、それなんかね、すれ違ったアントさんだみたいな、なんか本物っぽいよみたいな眼差しがすごい濃くてドキドキしながら控えていたんですけど、でもなんか年々あれだよね、やっぱちょっと知らないからさ雑になってるじゃん。あの扱い、さそこにあるなんかタイム手の仮のさ写真みたいな見たの、なんか、ね、むちゃくちゃあった。水戸黄門と。
なんかキャッチャーミッファーストミットと三浦アナウンサーみたいな、あんま話題ないな。ここまで坂野くんでした。ありがとうございました。じゃあ、あとは。
代表の方、上に上がってください。祝ご卒業と書いた佐賀のお土産をお渡しさせていただきます。あれ、帰れよ、帰れよ、お前帰れよ。あれ、万野くんちょっと上にごめん、さっきやってもらったけど、ちょっと今渡したのはご卒業って書いて、ちょっとまあご卒業されない方も何名かいらっしゃるって聞いたんで、ここにあの無念 ご留年って書いたものをお渡しさせていただいて、万の渡るほかって書いてで、万の番、俺ちゃんと土って言ったけど、なんか木になってて、赤番の番の番ですって言われたから番ってちゃんと書いたので、はい、どうぞ。これはもう万の君だけで食べるか皆さんで分けるかは万の君に任せるんで、じゃあどうぞ。あ、一応音量のバランス最終確認したさあるんだよね。ひと回しというか、なんかジャーンってやるから、ちょっと音量のバランスだけや。
曲は多分知ってると思います。やっぱりかさぶたあんまりやれちゃった。知ってる人。やばい知らない。ショックだ。帰る。明日帰る。明日帰る。あれだ。待ってこれ絶対当たるよねここ。ダメだよ。行きたい。行きたい。いやなんかそれ言ったんですよ。そしたら二三ライブで続けろって。そう。終わらすために来たぐらいの。そうでもない。伊藤さんライブいいんですけど、伊藤さんライブ来ちゃったわ。日本によっては伊藤さんがライブ来ちゃった。すごい嫌だ。それはつぶやかない。じゃあ、それをお願いします。ありがとうございます。音量も大丈夫、これも。どっちがでかいとかある？こっちがでかければいいんだけど、逆こっちがでかい。もう一回やって。大丈夫だよ。これなら、これなら。じゃあ最後、稲川淳二でした。ありがとうございます。誰だよ。
静な風に乗ってどこでも君に会いに行こう。曖昧な言葉で海で海だって叫んでるヒットソング聴きながら何をこの街に響くのだろう。だけど期待してても